んたもう退院したの？ああ、当分安静だけどよ。おーい、差し入れ持ってきてやったぞ。大好物の雷バーガーでも起きねえとなると、こりゃ相当だな。それにしても、どうしてこんなことに？なんでも、新しく考案した強力な術を試そうとしたんだってさ。サラダさんも、サスケさんに特別な修行をしてもらっているそうです。僕たちも頑張らないとね。第7班の奴らに負けてらんねえぜ。待ちなさーい。忍法ケチャップ爆弾の術。うわあ、よく寝たぜ。ラッキーだったね。危うく腕が吹っ飛ぶところだったんだよ。いたのかよ、カカシ先生。ボルト？あんたもう退院したの？当分安静だけどよ。見舞いに来てくれたのかよ。あんた優しいとこあんじゃんか。見舞いくらいするっての。そいや、お前はまだサスケさんと？うん、パパとそれにママのおかげ、着実に前に進んでるよ。これからミヤさんに返しに行こうと思ってるんだ。お前も行かねえか？父ちゃんにはもう許可取ってある。もちろんだよ。アナトさんがあの後どうなったかも気になるしね。ま、待て、この先部外者立ち入り禁止の厳重管理区域だ。うわぁ！余計な騒ぎを起こすな。風通しを良くしてやっただけさ。またごまかしておけよ。そういう面倒なことはあんたの仕事だろう。俺はしばらく休ませてもらう。よし。大名の査察とやら。